Yeah.
あるー。
Hola. Hola.Ah, ah, 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 ah
ポードの虎は神にまんたらあり、三階の主上は心に戻るあり、ここに御天竺に一つ国あり、名付けて源内国と申すなり、天皇は将雲台を通す、王子三人御増します。第一の王子おば大都市大神宮と申す、第二の王子おば今年少林と申す、第三御頭天皇これなり。しかるに母の妃解体して、演武打根を千両望みたもう。よって999両まで整えたまえども、一両不足によりて、悪部島の金一両を加え、千両になし参らせければ、かの金、善悪の戦をなしけるゆえに、誕生したもう王子六根不調と生じたもう。母の妃、父の大王驚きたまいて、北方にあたって岩屋あり、この岩屋におしごもり置きたもうに、かの岩屋にて年月降るほどに、七年と申す春の頃、火炎山へ見ゆきありて、小弓遊びしたもうとき、天帝よりゆえあって、北天竺真田国の王社城の大王正規帝とならせたまいて、前言天に挙して、諸聖短大を被り天慶聖と申す。専業の志深きによって、シャバ世界に下昇して改めて御頭天皇と申す。神戸に王牛の表を抱き、もろずの鋭にして、夜叉のごとくなるによって、さらに妃の宮なし、御所の楽しみなからんとありけるところに、国より、瑠璃町来たらせ、さえずって天皇に曰く。我はこれ天帝の使者なり、これより南海のシャガラ竜宮に三人の姫あり、第三の針雨を妃に備え奉るべきと教えによって、南海竜宮浄土に赴かんと欲する。かの道良縁にして八万里ほどなり、君いまだ三万里を過ぎずに、人馬ことごとく兵する。ここに南天竺の傍らに一つの国あり、夜叉国という。ここに広大の代理あり、かの鬼門に立ち寄り、一宿を借りたもうに、剣道第一にして門戸を閉めてはんめるときに、天皇はととぼしく、下は帰りむなしく帰る。ここに千里の将軍あり、この少林に一人の仙女あり、天女を申していわく、何時が家にありや、しばらく休みとどまらせん。仙女がいわく、我こたんがひぬたり、宿は少なにしてつぼねのうちなり、ここより東一里ほど行って、朝地ヶ原、かの荒野の中にもくら生え抱える庄屋あり、彼に行かせたまえと申しける。天皇それより東へ行かせたまえば、かの庄屋あり、それより宿を借りたまえば、主答えて曰く。我貧賤にして一生の米もなし、しかしここに一つの久保の中に泡を目をさむ、かすかに半儀に過ぎず、彼らを備え立てまつらんと申しける。天皇歓喜して座したもう。庶民泡米を府中に入れて、刹那のうちに煮炊きして、凪の葉にて立てまつる。天皇喜びたまい、お供の眷属にいちいち拝刀したも。よきかな、よきかな。何時がなおば何と言うぞと問わせたまえば、安僧侶、我ら夫婦は庶民将来と申すなり。時に天皇先ん千両封ぜたもう。これより南海のシャガラ竜宮へいらせたまいて、有雨と水戸の幕合いありて、八王子を設けたもいて、三十余年過ぎたまいて、庶民が住所に帰宅し、特に天皇曰く、あれなる代理の主をば何と言うぞと問いたまえば、あれこそ古短大王と申す。時に天皇八王子を引越し、かの鬼門に入らんと欲す。
古丹も通下のものなれば、大きに驚き、他の災難を逃れんとて、天に黒金の網を張り、地に盤石を敷き、四方に鉄の築地を構え、内には宮殿を作り、天外目の下満の旗を赤く威風に翻し、千人の瞑想は大だらに正満使えければ、いるべき様ぞなかりける。時に天皇、アニラ・マニラの領旗を持って、これを見るに、巨大の火をか深く睡眠に包み、大だらを正満せざるによりて、鉄鋼の窓となる。その時天皇、八王子を引き越し、百戦八つ目の眷属は真意の鎧を着し、合服の剣を持ち、様相より乱れいる。天皇の曰く、我昔この国にいたりしとき、この少林の中に一人千女あり、古丹がぬひたりといえども、彼庶民が娘なり、我がためには御徳の人なり、彼女を助けんと欲して桃の木の蓋を削りて、九九に折りつ領の門をすいて断首をさせしむ。かの札、千女懐中に収む。しかるにこの火災を除き、時に天皇、天皇大徳水庵の息を吹きかけたまえば、火丹をはじめ十万の眷属、一万の和光道寺に至るまで、皆破壊しける。かの夜叉国をば庶民将来にさせたもう、天皇のご聖断に曰く、だくせ松代の史上三毒にふけりて、煩悩増長し、次第不調にして甚だ寒熱の二病を受けるは、小津天皇ぶるり眷属の諸行なれども、何時が子孫というは、将下なすべからずとのご誓願なり、一夜なれども、ご恩莫大、ご恩莫大。も金勢さん、采配采配と敬ってもそれ、根底と申すは、稲道、与那道とて、二人の根底半べ。稲道は母の妃に添え立て祭る。与那道はこれまでをとも申すなり。それはが君、小津天皇と申すは、大言去った与家大臣の化身なり。根底と申すは、本地恵比寿の御前、これんなり。しからば小津天皇、つらつら国土をご覧ずる。国よりやつの日、入れてらしたまわ。衰退も熱湯となり、草木も枯れ。ましてや人間の煩うこと限りなし。時に天皇、やつの日、いよとさんとて、陣痛の弓に応援の鶴をかけ、飛行の矢にやつめのかむら矢を送り、まず、東天竺よりいでてる日、いよとしご覧つる。首は虎、胴は鵜にて落ちまいる。これをば取りて虎鵜の守護神として祝い立てまつ。南天竺より出てる日、いよとしご覧つる。首は身、胴は馬にて落ちまいる。これをば取りて三馬の守護神として祝い立てまつ。西天竺より入れてる日、いよとしご覧つる。首は猿、胴は鳥にて落ちまいる。これをば取りて猿鳥の守護神として祝い立てまつ。北天竺より出てる日、
よとしごらんつる。首はい、胴は根にて落ちまいる。これをば取りて、稲の守護神として祝い立てまつ。中天竺より出てる日、よとしごらんつる。縁起の鳥にて落ちまいる。時に日の神虚空に現れたまいて、和光の利益を主上にたる。終病秩序し、たもんなり。このかむらやを治むべき山なし。今日の三菊神、くたまくおうの左の脇に、色けさしはかりの山あり。かの山に本成寺を治むべきよ。根底が九度記して参り候。さて、このところに来てるのじきよ。天下不上、内芸悪心、水日の難、たたる岬を見の本州へ返し、残る岬もたたりを試すべからず。それ、神宝も仏法も大に隔てなし。ただ一つの玉より火を取り水を出すがごとし。炎より昇る煙、水にたたずむ波に似たり。中央に断るとはいえど、真実より起こる作法はただ一体、一心より起これり。これより西にあたって、岩滝が仏と申すことなり、この山のふもとに大山あり。名付けて御手倉川と申すなり、この水神に一つの淵あり、名付けて岩滝川淵と申す。この淵より、悪鬼がこのところにたたりをなさんと流れ来たりしよう、自ら本所へ返し、その塵取ったか根底。特に取ってまいり候。いつも取ったか根底。このところにおった役人、土民百姓、下方見取りの上に、悪鬼岬となりて流れ来たりを自ら本所へ返し、その塵取るか根底。特に取ってまいり候。その儀なれば当主号を参らすべし、当主号を受け納むべきか根底。夜はまっせとはいえど、日月地に落ちたまわず、大仙逆さに流るることなし。冠降るしといえど、靴に履く礼儀なし。靴新しきといえど、これを取りて下となす。現世上下のしるべには、根底に賜わる杯を、返しよ、もし恐れ持ちてまいり候。
死の海、城の底の見る赤目、ゼブ心見て君に申さん。西の海、城の底の濃い船、ゼブ心見て君に申さん。七日目よ、八日目に作り起きたる古酒を、もうさんとて作り起きたる亀の古酒。坂室や酒屋の子供を抱かねに、我こそ飲むや神の子なれば。たまえ、根底。おかざたまわれ、おかざたまわれ。貴様へ根底、そろいたまいや、そろいたまいや。人知れず、はたいに結ぶ花道尾、今こそ遂げる神の御しるし、神の御しるし。神よより、来てもいそめし、からくろも。肩を並べて揺れば抜けそうろう、揺れば抜けそうろう。
間。Thank you.
うん。